大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、えー、レバナンスがとうとうね、はい、逆イールド発生日の価格を超えてきました。逆イールド発生、そして解消のプロセスがね、徐々に徐々にと進行してきていると。まあ私のチャンネルはね、えー、他の YouTuber さんとかインフルエンサーさんと同じ視点で、 アメリカの株式のね、情報を発信していってもしょうがないということがありますので、我がチャンネルではね、逆イールドを発生しておりますから、ここにね、焦点を当てまして、日々ね、アメリカの株式のマーケットを観測していっているということになります。現物のアメリカの株式の取引は大人の立ち並みです。作戦会議スタートです。 ただいま42年ぶりの大逆イールドが起こっております。これだけの規模の逆イールドが起こりますと、その後は100%リセッションに入っていくというのが過去です。今回もそのようになるかどうかはわかりません。ただし来る確率が高いのであれば、万が一暴落が来た時に、それに対応できる資産形成をしておかないといけないということで、メンバーシップの方でその対策をしております。メンバーシップご登録お待ちしております。 さあ、ソクルなんですけれど、結果え、プレマーケットの段階でズドンと上がりましてえ、そのままマーケットが開いても上がりましたけれども、そこが寄り点ということになりまして、一旦深く潜った後、若干反発して終わったと。 いうことで、まあ、それでも最高値を更新していってますんでね、まあ、こんな調子で、じわ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 とね、ソクルの最高値の方を更新していただきたいかなと思います。陰線ンンの方はね、えー、ついてますけれども、まあ、下髭、上髭たっぷりついてるけれど、オボリンジャーバンド、プラス2シグマは超えてきてるということになりますので、まあ、じわ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 とね、今の状態だったら上がっていくのかなと。 え、どこまで上がっていってくれるのかが楽しみと。もう今のね、え、速度に関しましては、エントリーポイントは消滅しております。え、こんなところで、え、エントリーしてしまって、高値上わずかしてしまった赤には、え、2、3ヶ月、もしくは半年1年、塩漬け状態ということがありますので、私はね、え、順張りはしませんので、しっかりと、お締めつくまで、え、頑張って、待っていたいなというふうにね、え、考えております。 さあ、テスラ1.5倍ブル。こちらね、バンドをく終わるのかということで観察してるんですけれど、こちらもね、ソクル同様、マーケットが開いて上昇、その後下落ということでより点でした。ただし、テスラ1.5倍ブルは反発が少なかったと。 日足の方のね、チャートを見ましても、まあ、ボリンジャーバンドをマイナス2シグマからは若干離れてるんですけれど、まあそれでも下落中ということには変わりないのかなというふうに思っておりますので、ここはエントリーポイントまで到達するのかどうか、エントリーポイントまではあとわずかということになってます。私が算出しております、絶対に負けない取引、バージョン2のエントリーポイントは9.49、7.91。 6.33というふうになってますんで、まあ、最低でもこのね、3段階、もしくは4段階ぐらいまではね、させる資金で、まあ、テスラ1.5倍ブルを購入しておかないとということがあります。現在、直近の最高値から見ますと、直近の最高値から50%下落で10.55なんですよね。終わり値ベースが10.98なんで、まあ、もう少しすると、またお買い得圏内ということが出てきます。ただ、今回の下落ということで考えていくと、10ドル切ったところ、9 4 ここまでは、ね、我慢していきたいかなと思っております。そして保有しておりますテスラ1.5倍ブルいですね、228株はマイナス39.67%、10日産口座67株はマイナス33.07%、マネックス証券166株はマイナス26.51%と、大幅マイナスを食らっておりますけれど、まあ、いつも通りですよね。 はい。こんなのはね、へでもないということで、トータルリターンマイナスなんて怖がっていたらね、現物の株式はできませんよと、信用取引 CFD、こちらですとね、お衣装ロスカットが発生しますけれど、現物はポジションなくなりませんのでね、どっかり、ね、構えて、テスラ1.5倍分の反撃をね、まあ、ただひたすら待つという状態になります。 さあ、ラブですね。エントリーポイントは71.09と出してますけれど、ここは反発するのかどうかというところで、もう見物ですよね。えけれど、まだここはね、はい、検しておかないといけないということになるんでね、まだ、えー、ラブの方は、えー、しっかりと様子をね、えー、見ていきましょう。 tmf, こちらはね、エントリーポイント54.25から47.47 47と出しております。そして54.25は、一旦ね、え月抜けていったんですけれど、その後、上昇しているということになりますので、この後、このまま上昇していくようですと、まあ、このあたりでね、まだ tmf 持たれていない方は購入しておいた方がいいと思うんですけれど、まあ、あとね、えまあ、まあせめて今週いっぱいとか、来週ぐらいまで観察しておいて、再度下落するということもね、考えられ こちらの方はね、安くなったら買う、まあ、高くなったら買わないというところで、まあ、1つのボーダーとしては60切るか切らないかっていうところかなと思いますけれど、まあ、ちょっと前までね、54.25まで下がってましたから。 まあそこでたっぷりとね、えー、購入された方は、あとは県でいいのかなと思います、えー。先週なんですけれどね、下値の方だけ見ていきますと、火曜日が55.77、えー、水曜日が55.14、えー、木曜日が53.9、えー、金曜日が53.47とね、まあどん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 底値を掘っていっていたんですけれど、今週に入ってからですよね、55.41と、えー、若干切り上げできましたので、えー、このまま切り上げが続いていくのかどうかっていうところね、今週しっかりと。 観測していいきたいとそして DPST ですね、こちらエントリーポイントは消滅しております、しっかり力強い上昇が戻ってきたということになりますのでね、再度下落していったときにエントリーポイントは出していきたいと。 QLD の方は、最高値の方を更新していっております。まあ、ただ陰線にはなってるんですけれど、しっかりとね、えー、ボリンジャーバンドプラス2シグマを、えー、突き抜けているということになりますので、えー、このまましっかりとね、上昇していただきたいと。えー、まず一つの目標っていうのは、今年の最高値っていうのはもうね、えー、既に更新していってますんで、ここは問題ないと。あとは2021年11月につけました、94.54ですよね、えー。ここをしっかりと突破して、 来てくれるのかどうかとまあ、あと約14ドルちょっと上昇すると QLD の最高値、レバナスの最高値っていうのがね、えー、更新されていきますので、えー、そこを更新しっかりとできるのかどうかというところが楽しみですよね。そして、アイフリーレバレッジナスダック100、我らが大和レバナス。1月22日の基準価格が出てきました。34,550円ということでね、やってきましたよ。何かと言いますと、まずは2023年12月28日につけました。えー、最近の最高値33,415円を超えてきたということと、あとは2022年3月 29日これ逆イールド発生日なんですよねこの逆イールド発生日の3万4208円を超えてきたというね、素晴らしいということになります。何が素晴らしいかと言いますと、逆イールド発生後のプロセスとして、まずは逆イールド発生日よりも株価が高くなるというのが、まあ、セオリーなんですよね。ですけれど、まあ、皆さんご存知のとおり、2022年3月29日、逆イールド発生してから、もうそっから下げに下げに下げたのがレバナスと。 いうことになりますそして、まあ、レバナスっていうのは2倍のレバレッジがかかってますんで、低減クラウンで、元指数が3月の29日の最高値を超えてきたとしても、レバナスは超えない可能性もあると思っていたんですけれど、いやいや、なんのそのということで、しっかりとレバナスも3月の29日逆イールド発生日の基準価格を超えてきたと。これによりまして、いつね、下落が起こってもおかしくない状況ですけれど、今の状況ですと、ま,あ、まだまだね、上昇していってくれると思いますので、2022年 2 1年11月22日につけました4万3151円こちらの方をしっかりと上抜けしてきてほしいなというふうに思いますけれどさあここまで上がるまでに逆イールドが解消されるのかどうかというところでここもしっかりと同時並行で観察していきたいと残念ながら速度は3倍のレバレッジがかかっております QLD は2倍のレバレッジということになりますのでまだね ソクルの方は3月29日につきまして44ドルを超えれていないということになりますので、ここも超えてきていただきたいなと。 えー、10年債の方はどうでしょうかえー、利回り上昇が頭打ちになったのかというね、えー、ところなんですけれど、どうせね、えー、ちょっと下がって、えー、あと3月の FOMC で、また FF レート、えー、利下げがないのかということでね、また上昇していくのかなということで、まあ、このあたりでね、えー、じわ、あとレンチに入るのかなと思ってます。まあ、その例よりも今重要なのは、やはり逆イールド、超短金利差逆転ということで、まあ、2年生と10年債、えー、相変わらずね、えー、利回りの方は逆転していると。 その差は0.286%ということになってまして、まあ、観測史上ね、0.2%台でもぞもぞしていると。 まあ、このまま、1ヶ月、2ヶ月、もぞもぞして、0.1%台になって、そのうち解消していくのかどうかと。私の逆イールド解消のプロセスっていうのは、2年祭に大量のお金が入ってきて、そして利回りが低下、10年祭と逆転するというイメージがありますね。まあ、まだ本格的に債券の方にお金は回ってきてませんので、まだ若干ね、このタイムラグ、逆イールド解消までには時間がかかるのかなと思います。はい、ファングプラス強いですね。ということで、最高値更新して、 しておりますただ、冷やしの方のチャートで見ますと、上ひげがね、えー、たっぷりついているということなんで、まあ、ある程度、ね、上昇すれば利確売り、まあ、しょうがないですね、最高値更新中ということになりますから、どこまで伸ばしてくれるのかが楽しみと。さあ、えー、インデックスの方ですね、1月22日、基準価格は4 5 301円と、もちろんこれはハングプラスの最高値を更新しております。えー、年始一括投資された方はね、ね、えー、プラスのトータルリターンがついている、えー、もしくは積み立てで投資されている方は、プラスのトータルリターン ついいいてるととととううこででおめでとうございますとさあ、1月に入ってからはラブしか売却しておりませんのでね、243ドル4セント、実現損益、ね、プラスということになります。さあ、今週なんですけれどもね、目玉で出てくるのはね、まあ、卸売とかもありますけれど、個人消費ですかね、個人消費の方が前期比で見ていきますと、 まあ前回3.1、予想が2.6と若干弱くなっていると。えー、実質 GDP の方も前回4.9、えー、今回2.0と弱くなっている。えー、耐久財も前回5.4、えー、今回1.1と弱くなっているというところで、まあ、これを受けて、まあ、株価がどのような、ねえー、状態になっていくのかどうかと。ああその後ね、1月26日金曜日に PCE の方が出てきます。えー、コアデフレーター前年比では前回3.2、今回3.0と。 えー、そして前月比では前回0.1、今回0.3ということでね、まあちょっとちぐはぐな内容になっているのかなというふうに思いますけれど、まあちょっとインフレはぶり返しているのかなと、ただし、まあ全体に見たらインフレは抑制されてるよねというような状態なんでしょうね。まあ、えー、若干のね、えー、ブレがあるということになっております。さあ今週ね、えー、このあたりプラス決算。 まあ今は指数よりも決算でまあ株価のね上限運動っていうのが確定されるのかなという気もしてますね。42年ぶりの大逆イールド、下落が来るのかということで、まあ下落が来たら困るから対策してるというだけです。来なかったら、ああ、よかったねでね、終わっていきたいかなというふうに思うんですけれど。絶対に負けない取引。株価が下がれば含め益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。下落します。その後上昇。その上昇の時は前回の下落の高値を 超えていく。また下落します。ただし上昇します。そして上昇した時には前回の高値を超えていくと。これの繰り返しで最高値を常に更新していくのがアメリカの株式だったら損切りする必要ないんじゃないかと。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。そして株価で勝つためには入金力。これを高めていくしかない。利益が出たら売らないとしょうがないのよね。まあ、ことになっていくと。えー、1馬力で稼ぐよりは2馬力、3馬力で稼いでいきましょう。 最後までご視聴ありがとうございました。今日もね、23時からいつも通りライブ放送の方を追いかけていきますので、次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。